じゃ、こんにちは。豊さん、はい、3連戦終わりまして。そうだね、はい、これで全部まあ一通り当たったということの、はい、全チームと対戦したというご一回りしましたけれども、はいはい、早速まずセリーグから振り返っていきたいと思います、うん、はい、もう今回は対戦カード別でそうだ、ね、いきます、はいはい、ではセリーグから、はい、まず広島対巨人、はいはい、スコアが2対0、うん、4対2、うん、0対9、うん、広島が2勝1敗、うん、ということで3連戦終わりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、そうだね、広島の方は大瀬良、九里、森下っていうのがすごく安定してるし、はい、あと野村だけだったんだけど、まあ、3戦目に野村が捕まりね、あの9点を失うという、まあ、そういう試合だったんだけど、まあ、広島はやっぱこう3連勝できたね、このカードは。まあ、なぜかというとやっぱ巨人が当たってないから、やっぱ3連勝はしたかったと思うけどね、はい、ただホームランでも点が取れるし、まあ、足を絡めた得点も取れてるから、チームの状態としては広島はすごくいいと思うしね、次のカードが阪神かな、まあ、甲子園乗り込んでどういう野球を見せてくれるかっていうのが楽しみだよね、はい、で巨人の方はやっぱ打てない、打てない中に梶谷があんまり良くないね、うん、やっぱこう1番で定着してくれればいいんだけど、今日なんかは6番を打ってて、まあ今日もノーヒットかな。だから梶谷が当たってこないと、やっぱコロナの中、まあ、戦列から離れてるウイラー丸とか戻ってくるまで本当苦しいのかなって、うん、いうふうに思ってたら、まあ、坂本が3本、岡本がホームランを打つという、はい、まあ、ちょっと楽しみは出てきたけど、岡本が当たってくるとね。だけどちょっとやっぱこう全体的には触れてないからちょっと心配だなという。ただこのカードで菅野が、戦列復帰と、まあ、2本のホームランで沈んだんだけど、まあまああのぐらいのピッチングをやってくれたら、まあ、次は勝てるかなっていうふうに、まあ、思ってるね、はいはい、はい、では次、はいはい、中日対ヤクルト、はいはい、こちらは2試合だったんですが、そうだね、はい、2対2、うん、2対1で中日が1勝1分けそう、はい、これ中日がやっぱ点が取れないわね、うん、で得点圏で、まあ、チャンスは作るんだけど得点圏がでのバッティングがちょっと課題視されてるという、まあ、その中でファーストストライクを打たないんだよね。それもまっすぐを 打ちに行かないんだよ。やっぱもう経験上話すと結果を先に考えてしまう、失敗したらどうしようとか、そうじゃなくて結果を振ってみなきゃわからないんだから、やっぱ振ることが大事だよね、バット。だから見逃しの三振もあったし、はい、チャンスでね、もう少しファーストストライクを積極的に打ちに行けばいいかなっていうふうに、まあ、思ってるしね。だからここら辺もう率は残せるバッターがたくさんいるわけだから、だから得点圏での打率、まあ、これを上げるように意識するようにしていってほしいなという、まあ、それと打線の中にあって、まあ、今日木下がホームランを打ったんだけど名古屋ドームで初めてという、はい、でスターティングメンバー見たら昨日まで誰もホームラン打ってないんだよね、うん、やっぱホームラン打たないと活気づかないし、だからといってホームランを狙って打てるかっていったらそういう問題じゃないけど、やっぱ振ることが大事だよね、中日はね。それとヤクルト、はい、でやっぱ村上が止まるなっていう、うん、まあ、印象が強いよね、はい、まあ、ヘッドスライングして内野安打だとか、はい、すごくやる気はすごく感じるんだけど、うん、やっぱどうしてもやっぱこうずっと頑張ってきたんだよね、コロナで戦列離れてる人間のためにという、カバーするためにという、まあ、だけどここら辺でちょっとしんどくなってきてるなっていう打線が、だからここもう一踏ん張り次のカードでできるようにしないとちょっとズルズルっていってしまうかなっていうような感じを受ける。うん、なるほど。だからまあ中日はもう次のカードでは得点圏で、もうとにかく3球ストライクは全部振るぐらいの感じでいいし、ヤクルトはもうここ踏ん張りどころだから、もう一つ結束をね固めて頑張ってほしいなと思うね、はいはい、もう一踏ん張りですね、もう一踏ん張り、はい、で続いて、はい、DeNA 対阪神、はい、でこちらは
2対9、はい、0対4、はい、2対3、はい、DeNA 3敗。ねえ、はい、まあ好調阪神だからさ、なかなか外国人抜きでね戦うっていうのは厳しかったかもわからないけども、はい、ここの注目っていうのは佐藤と牧が直接対決というか、ルーキーのね、はい、まあ、佐藤の初戦の場外ホームラン、これ度肝抜かれたけど、まあ、牧もポール際にねライトの打ち返すというね、だからその迫力と技というものをなんかこう見たようなねそういう3連戦だったんだけど、やっぱ阪神の投手陣は安定してる、はい、やっぱ藤浪に勝ちがついたし、まあ、青柳ガンケルというね、やっぱすごく安定してるし、まあ、佐藤と中野でルーキー2人で1点取ってくるとか、はい、だからすごくもう状態はいいよね、チームの状態、うん、だから何の心配もいらないなっていうそんな感じがします、はい、で DeNA はミスが多いね、うん、そこからの失点につながるケース、直接つながったケース、はい、まあ、あるし、浜口上茶谷坂口っていうのをここ勝てないとさ、やっぱどんどん苦しくなるしね。もう一つ言えることはやっぱセンターライン、特に二遊間っていうのをコロコロ変えすぎる、はい、だからそのポジションっていうのはやっぱこう安定しておかないとさ、コンビネーションだとかいろいろあるじゃない、はい、だからそういうことがスムーズにいってないような気がするよね、うん、たまにポッと出されるとさ、いやどうしても硬くなったりリズムが合わなかったりとかするから、もう少し落ち着いてやってほしいということと、やっぱ打線の中では宮崎頑張れと、うん、宮崎がすごくブレーキになってるから、うん、まあこういうことって春先は宮崎ってあるんだけど、はい、やっぱ外国人がいないからね、やっぱり宮崎にかかる負担っていうのは大きいと思うけど、はい、ちょっと頑張ってほしいなというふうに思うよね、うん、ただ13日から、はい、オースティンとソトが、はい、戦列に復帰するという、そうですね、まあどういう打順を組むか、はい、すごく楽しみだしね、はい、どういう配置にするのか、内野もね、すごく楽しみだよね、はい、またその後 DeNA がどのように変わってくるかは、そうだよな、ね、いやこれ変わらないと、はい、もうシャレにならんからね、そうですね、まあ阪神はそのままということでね、はい、はいはい、で続きましてパ・リーグ、はい、はい、パ・リーグ、はい、楽天ソフトバンク、はい、はい、1対1、はい、8対8 0対2 、うん、はい、楽天1敗2分け、楽天が初めてカード負け越しということでね、はい、ソフトバンクが1勝して帰るということなんだけど、はい、うん、まあ2試合連続で引き分けっていうのも珍しいんだけどさ、そうですね、うん、ただソフトバンクの方は石川が良くなったよね、うん、まあ千賀がさ戦列を離れね、怪我でね、はい、で石川が勝てなかったんだけど、まあ、勝ちはつかなかったけど石川がすごく良くなったなっていう感じがしたんだよね、うん、それと田浦とか松本とか泉だとかいろいろ若いピッチャーもまた出てきてるしさ、はい、まあ、ここら辺は投手陣に、まあ、昨年同様頼っていかなきゃいけないのかなっていうふうに、これなぜかというとさ、やっぱソフトバンク打てないわ、うん、柳田、中村晃、まあ、タイムリーとかも出てるけど、はい、なかなか率が上がってこないんだよね、うん、だから安定したその点の取り方というか、そういうことがなかなかできてない、うん、ただシュートが少しずつ上がってきたかなっていうこと、うん、はい、で楽天、はい、ね、やっぱ涌井がよく投げたということ、はい、ね、まあ、さすがに安定してるなということだよね、うん、で早川が、まあ、もったいなかったね、はい、やっぱ勝たしてやらなきゃいかんよね、うん、1失点で降りて、うん、まあ、その中でやっぱその打つ方が良かった茂木が、はい、まあ、休むという、そうですね、体のなんだっけ張りですかね、強い、とっても強い、はい、かなり張りが強いということで、うん、まあ、よく休むよねまあだけど浅村茂木っていうところがさ続いてたからすごく、はい、怖い打線だったんだけど、まあ、鈴木大地とか入るとやっぱ鈴木大地が昨年ほど調子が良くないからね、次のカードで点を取るのはかったるくなるのかなっていうふうにちょっと思ってるよね、はい、ただピッチャーがいいだけにね、で来週はマー君が、まあ、今週か、
なんかどっかで復帰するみたいだから、はい、まあ、それも楽天としては楽しみだよね。はい、はい、でも選手もあの復帰の予定ということで、まあ、予定だよね、はい、いましたので、まあ、復帰してくれないとさ、ね、あれだけの調子のいいね、はい、で辰巳がいいだけにさ、辰巳茂木っていうようなね、そういう左バッターが調子いいだけに、まあ、鈴木が悪いだけにね、ちょっと穴を埋めてほしいよね。はい、はい、で続きまして、はい、オリックス日本ハム、うん、はい、そして2対5、1対2、そう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 、4対4そうで、オリックスが2敗1分け、そうそうそう、はい、で、オリックスはね、負けてるけどすごく粘りが出てきてるよね。だから今日でもさ、T 岡田宗っていうところがさ打って最終回同点にしたりだとかさ、はい、粘りはできて出てきてるんだけどさ、はい、だけどやっぱりミスをなくさないと勝ち残っていけないというね、はい、なんでピッチャーがいいだけにバッティングの方もちょっとずつ点を取れるようになってるしね、はい、もう少しミスっていうことを意識しながらやるといいかなっていうふうに思うよね。で、日本ハムの方はさ、もったいなかったのが、今日でもさ、はい、加藤が投げてて、これ最後まで行かしていいんじゃないのかなって、8回で下ろしたんだけどさ、はい、で8回で下ろすんだったら杉浦をさ、抑えのエースを持ってくるのかなと思ったら、玉井で引き分けに持ち込まれたと。なんかここら辺がさ、すごく釈然としないということね。まあ、それと、下位打線は頑張ってるんだけどさ、レギュラーと言われてる人間たちが、やっぱ点を取ってきてくれないとさ、どうしても続かない、苦しい、はい、うん、だから、まあ、西川、近藤、渡辺、中田、このあたりがさ、まあ、太田もそうだよね、このあたりがやっぱ活発に打たないとチームっていうのは安定感を失うし、うん、連勝はできなくなってくるよね、はい、だからここら辺が来週、まあ、今週か、はい、今週頑張ってほしいなと思う点だよね。はい、はい、はい、じゃ最後ですね、はい、ロッテ対西武、はい、はい、4対7、はい、6対2、うん、1対2、うん、ロッテの1勝2敗、1勝2敗だよね、はい、まあ、ロッテがさ調子が上がってきたかなと思ったらまたちょっと停滞するし、はい、まあ、山口がその中でロッテの山口がホームラン打ったりだとかさ、はい、マーティンがすごく打ったりだとかさ、うん、いい面はたくさんあるんだけど、だけどどうしてもやっぱこう、やっぱ負ける時っていうのはミス絡むんだよね、はい、例えばゲッツが取れなかったとかさ、うん、ゲッツが悪送球になったとかさ、うん、まあ、そういうことで失点をしていくんだけど、はい、まあ、明るいのは西武だよね、はい、で若林が怪我をした、4番5番6番がいない、そうです、ね、で若手を使った若林調子が良かった、怪我をした、はい、だけどこのロッテ戦3試合で10盗塁してるんだよね、うん、だから長打がない、長打がない時にどうやって点を取るか、足を使ってきたんだよ、はい、だからこの足がやっぱ点に絡んでくるし、うん、で接戦をものにするようになってくる、だからすごく見事な、攻撃をロッテ戦で仕掛けた、はい、で逆に言えばロッテも足がある選手が多いわけだから、はい、本当は逆にならなきゃいけないんだけどさ、うん、ロッテの方は3盗塁ということで足を封じ込められてる、はい、ね、その中で西武の愛斗、はい、このカードで3本ホームラン打ったという、はい、まあ、非常に勢いがあるし、うん、なんか頼もしい選手がまた出てきたなという、はい、で、まあ、今日は平井が投げたんだけどね、はい、やっぱフォアボールがないわ、うん、1個しか、で、まあ、前のカードの時には 3試合やって28個かなあったんだけど、まあ、今日の試合に限っては1個しか出さなかったし、うん、やっぱフォアボールがなかったら安定して投げれるっていうことだよね、西武のピッチャーも、はい、だから次のカードも頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はい、さあ今週、はい、また新しくカード変わりますが、うん、まずセリーグの大注目は、はい、やっぱ阪神対広島、うん、まあ好調同士の戦いになってくるけども、だからここら辺甲子園でどういう野球になるのか、はい、まあ、土のグラウンドになるし阪神のミスが出てくるのか、はい、それとも広島がかき回すのかっていうのがすごく見ものだし、まあ、パリーグの方は、まあ、ソフトバンクオリックスかな、また山本が投げるしね、うん、はい、うん、だからソフトバンクもやや上向きにはなってきたんだよね、
まあ、首位の楽天に、まあ、引き分け引き分け勝ちということですごく粘りのある野球ができたから、はい、まあ、山本を攻略し浮上のきっかけを作るかどうか、まあ、こういう2カードが、まあ、全チームが、まあ、注目なんだけど、はい、カード的に別に分けると、まあ、セ・リーグは阪神広島、パ・リーグはソフトバンクオリックス、まあ、ここら辺に注目してます。はい、ね、また楽しみですね。そうだね、まあ一回りしたからさ、はい、これでやっとこう落ち着いて野球ができるかなというね、はい、まあ、そんな感じがしてます。はい、はい、また3連戦期待してます。はい。